あの、ちょっとないですけど、こうね、技術ね、こう。で、もうちょっと太くね、しっかり形作ってこう、折り返して、回収ですからね。ここの、ここもなんかべちょっと。で、沿って、最後ね、難しいです。緊張しますけど、グッてついて溜めて、形ができたら、スーッと、ちょっと曲がりましたけど、弱いですけどね、ちょっと細かったですけど、中、弦は、で、あんま長くしない。で、2本目、これ長くしない方がかっこいいですよ。うん、こんだけです。あくまでもメインというかね、ここで僕はクッと札立てます。で、さっと形作りますね。で、これも引っ付けて、難しいですけどね、筆。止まって、ぐーっといって、こう形を作るけど、やっぱここを目指したいから、ここは短くしときたいですよね。で、ここもなんかちょっと今の、こう、こうなんかおしゃれにひねってますよね。そう、あの、ついたら真下に行って、こう形を作っていきたいですよね。で、お尻の部分もこう止まって、クッと抜いてるから、ここにお尻ができましたよね。そうなん、うん、これは細かいとこですけどね、そのまま止まって、そのまま自然と筆がこう上がなんか三角形がこうできるように、うん、細かいですけどね。で、中もうちょっと空間広くしましょうか。ちょっと僕のこれはあんま良くないですけど、縦線傾いて、もう少しこの空間が狭いですよね、白い空間が狭い、うん、ね、ここのもう少しここの広くしてください。